ワン、ツー、ワン、ツー。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの？いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、歌笑う顔が鮮明だ。君に似合うんだよ。ずっと見ていてよ。でも最後に見たいのはきっともう君の夢の中。もう一度また聞かせてくれよ。聞きたいんだ。もっと騒げ海中の上でまた消えない夢の歌とだけ。君がいつも歌う海中の上でただ消えない口ずさんでしまうよ。落ちてく過去は鮮明で見せたい。未来は繊細で過ぎてく日々には鈍感な君へ。落ちてく過去は鮮明で見せたい。未来は繊細で過ぎてく日々には鈍感な君へ。ねえもっと騒げ怪獣のバウンディの怪獣の花嫁ガズレリリシンプル簡単バージョンやってみました。いいですよね。このサビのさ、なんていうか、なんとも言えない、こう、ふんわりしたメロディー。最高ですね。あとこのストレートなね、ロックっぽいんですよ。だからね、ぐいぐい前のめりに行くこのビート感。もう一回歌っていきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けさせていただいております。主にどこをね、ショートカットバージョンにさせていただいているかというと、2番のパートなんですね。で、まずはですね、今のガズレレバージョンで練習していただくと、すべての要素が詰まっております。で、これできるようになったら、フルコーラスやってみたいという方は、1番のコード進行をこう書いて、2番の歌詞を書き加えて、オリジナルの楽譜を作って、フルコーラスにチャレンジしていただくのもすごくいいと思うんですけど、まずはね、ガズレレバージョンのショートカットアレンジで練習スタートしてみてください。動画に歌詞とコード出てますから、それに合わせて練習していただいて、1個目のゴール設定としては、ガズーさんと、動画のガズーさんと一緒に合わせてできるようになったら、もう1個目のゴール達成だと思います。これね、結構歌のね、こう、標高差っていうか、すごい低音から高いところまですごいたくさん使うんで、歌もなかなかしっかり聞き込んでね、やっていただきたいなと思うんですけど、はい、まず練習化していただいて、ガズーさんの動画と一緒に合わせて、もしできるようになった方、おめでとうございます。ちょっとね、そういう方はどんどん次のステップに行きましょう。できた方は、今度何をやろうかというと、今度はガズレレYouTube を見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部を丸暗記するっていうのは難しいでしょうから、最初のじゃあ楽譜的なものを見て、だんだん自分の中に落とし込んでいって、で、いずれは覚えちゃって、大空の下でこの、魂と叫びながら歌うみたいなのがいいと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。この楽譜ってでもどこにあるのという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のね、ガズの演奏はですね、はい、こんな感じ、ガズのね、ノートがあるんですね。これに今こうやって書いていきました。はい。もうちょっとしたらこんな風に写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃないかという風にシェアしようと思うんですけど、今すごくいいサービス始まってます。これ、画図クラブです。この画図クラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたバウンディの怪獣の花嫁を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から、皆さんが毎月5曲、お気に入りの曲、この曲やってみたかったんだよな、憧れのこの曲だって感じで選んでいただいて、お手元に即座にデジタルデータとしてダウンロードしていただいて、で、ちなみにこの楽譜なんですけど、すべての楽譜の動画、ガズレレ YouTube の動画とこうリンクかかってますからね、練習がすぐできるというね、それ画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも、毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくこれ一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しむの、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、村作りとして動いてますね。はい。これ概要欄にね、詳細貼っとくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズ、ここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中でガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。怪獣の花嫁、バウンディさんです。丸1って書いてあるってことは、今日はもうバッチリ2枚にわたってます。結構ね、これはね、ボリュームありますよ。はい。見ていきましょう。ここ、ここ見て、下にくるっと囲って、ガズペジオ、アルペジオって書いてあるんです。これ2行ね。これかっこいいバージョンはここアルペジオっていう風に弾き方変えようと思うんですけど、今のシンプル簡単バージョンをここ伸ばした感じでちょっとやってみました。はい。コードはシンプルですよ。何回も言うけども。で、ここちょっと見てもらっていいですかね。下に丸く書いて C、小文字の演舞っていうか C マイナーって呼ぶんですけど、これかっこいいバージョンではこのコードを使います。はい。で、簡単バージョンでここ F2 をちょっと置き換えて、簡単アレンジにしてみたんですけど、ちょっと慣れてきた方、これ C マイナーというコードの方がかなり響きいいんでね、これ後でしっかり解説しますけど、こんな感じになってます。ここ以外はね、コード進行全部一緒ですから。はい。じゃあこんな感じで、カメラに映しておくので、一時停止してノートなどに書き出して、ゆっくり練習スタート。あるいは、さっき紹介させてもらったガズクラブで入ってもらってですね、このノートの楽譜を、ダウンロードしてすぐに練習開始していくのもいいと思います。これちょっとガズのノートの特徴ですけど、この思い出すのこの出すのところの上に点がついてるでしょ。この和の和の上に点がついてるでしょ。君のみの上に点がついてるでしょ。これがリズムなんですよ。思い出すのは君の歌。うん。こんな感じ。これ V は休符です。はい。会話よりもみたいな感じで、この点とこの隙間とかも全部ここに表現されてるんですね。あとこう伸ばすとか、こういうのも歌詞カードにはない表現がたっぷり詰まったガズ独自の書き方がなんで、このノート楽譜にもかなり情報詰まってますからね、ガズクラブでこのノート楽譜ダウンロードも活用してください。はい。ひとまず時間ある方はね、写してみてください。まずはここの A の1番、A の2番。この雰囲気かっこいいですよね。途中からリズムが、ここから伸ばしてて、ここからリズムが入る感じがかっこいいです。はい。じゃあここ B メロですね。ここ止まるとか書いてありますね。はい。この歌のリズムっていうか歌のタイミングはやっぱりちょっとよっぽど聞き込まないとですね、すぐ聴いた瞬間って感じじゃないですけどね。はい、ここはサビ。このサビのメロディーはね、気持ちがいいですよ。はい。ぜひぜひこれはね、ものにしていきましょう。ここ。騒げ怪獣の歌。もうね、頭ぐるぐる回っちゃうやつです。はい、この4行サビやって、で、次行くんですけど、ここを見て、1、2って書いてあるね。これね、サビ1はですね、2回繰り返します。で、1回目に出てきた後は、この丸1を歌詞で歌っていきます。1は落ちてくっていう感じでブリッジパートに飛びます。本来はここでね、2番が始まっていくんですけど、はい、これはガズレレショートカットアレンジです。ここで、まあ一応ブリッジパートというところに、突入していきます。落ちてく、過去は鮮明でっていうところ。ここもですね、この2行伸ばしてますね。これちょっとメリハリですね。はい。伸ばして演奏していく。で、ここでまたリズムが加わって、このブリッジパートはね、ここを弾けて4行はあるんですね。で、これ同じなんですよ、歌詞は。歌詞は一緒なんですけど、この2回目の最後の2行がですね、リズムが入った感じになってて、で、この最後のところで、ここ最後止まって、またサビに戻る。ここでサビ1へ行くんですね。で、かっこいいバージョンでここダダダダダって決める感じでやって、バッと C で止まって、ね、もっとというふうにサビ1に戻ります。はい。サビ1っていうのはここですね。さっきやった。で、ここもう一回バーってやってきて、今度ここまで来たら、今度見て、丸2。今度ここで、ねえ僕ら、あ、これ2回目はこのねえ僕らをやって、そしてこのラストに、突入していきます。はい。ここもね、最後ラストっぽくこうバーッと畳みかけるように、エンディングに向かっていきますよという感じで、突き進む感じでいって、最後ここエンディングとしてこのラスト、こう回して最後伸ばして終わるというのが、ガズレレアレンジになっております。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。今日はね、入門コード5つです。たった5つ嬉しいやつですね。読んでいきます。C と Em と F と Dm と G7。で、かっこいいバージョンでさっきも言ったけど、この Cm というコードを使っていきます。はい。今映ってるこの5つはですね、ガズレレではめちゃくちゃ入門コードのグループですよ。これ、初心者の人でもすぐ弾けるコードです。ちょっと今日はこれ紹介させてください。はい。これ、ガズレレ必須コードです。私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。ここにちょっとその動画のリンクを貼っとくんで、この動画でね、10個のコードを覚えちゃうのをおすすめしています。今日はその中から5つ、コードが出てくるよということで、コードは簡単ということで、今のシンプル簡単バージョンは、演奏だけは、かなり簡単だと思いますけどね。ただし、はい、歌。この歌がですね、シンプルストレート、いわば、バウンディさんの曲にしてはすごくシンプルでストレートで分かりやすい曲だと思うんですけど、それにしたってやっぱりね、新感覚のね、もうセンスの持ち主ですから、この言葉の入るタイミングとこの歌のメロディー、ここはですね、すごい絶妙なところがたくさんあります。しっかり聴いて、気持ちよく歌えるようになってからかっこいいバージョン、入っていけるように、まず4つ引きで、ね、歌の確認をしっかりしていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていくぞい。かっこいいバージョンは1個だけコードを追加し、A メロで入ってくるんですけど、この Cmということ。なかなか出てこない Cm。これちょっとどうやって押さえるかやってみましょう。まずはですね、この C のところと、あとこの真上。あとここの真上。要はこう1弦と2弦と3弦の3フレットも、まあこう、部数はこうやって押さえるんですね。こことこことここ。で、4弦は開放弦。そのまま。こういうちょっと不思議なコード。Cm です。このコードですね。で、これ、もちろんこうでもいいですよ。1本ずつでもいいですけど。はい。ガズはこうやって押さえちゃう感じ。ちょっとこれ工夫してみて。この薬指で押さえる人はこういう風に、こういう力の動きをこう加えたテコの原理を使ってますね。ぐっと逆にここを親指のこの内側のところをこっちに押し付けて、こうテコの原理を使ってひねりを加えると結構押さえやすかったりしますね。なのでちょっとこれね、Cm はね、いろいろ癖があるんですけど、C から Cm っていうコード進行になるんで、こんな感じでガズはちょっと弾いてみました。もちろん、でもいいですよ。1本ずつでもいいしね。はい。これが一応おすすめからどうだろうな。まあ人それぞれだと思うんですけど、はい。この Cm というコードを、ちょっといろいろ研究していただいて、なんとかこの響き、不思議な響きになるんですよ。使っていきましょう。はい。で、リズムなんですけど、今日出てくるリズムはシンプルです。こちらと、アルペジオと、8ビートの、じゃあ、この2つのリズムでやっていこうと思います。かっこいいバージョン。この2つのリズムの解説、ここに貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろという、ガズレレホームページの1枚なんです。その中に、それぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにそこにアップロードされているんで、じっくり見て研究してください。で、ちなみにこの2つのアルペジオとか、8ビートのチャっていうのは、ガズレレの中でももう基本中の基本、もう一番出てくるリズムなんでね、ぜひこれは押さえておいていただきたいなというふうに思います。アルペジオっていうのは、つまり、ね、分散和音っていうふうに言われるやつ。こんな感じ。つまびく感じのやつですね。はい。これをですね、A メロの一番最初の、この2行にわたって、この一番最初のバースは、ちょっとアルペジオでね、ちょっと表現したらいいなという感じで、ガズレレでアレンジしました。で、あとはもうずーっと淡々と8ビートのチャ、あとは伸ばすっていうところ出てきますけれども、この8ビートのチャがね、こう心地いいというか、小気味いいっていうかね、前のめりにこう、ぐいぐいパワフル感を出すリズムとしてはもう最高なんですね。どんな感じになるか。思い出すのは、君の歌の中、これちょっとね、疾走感あるんだけど、力を入れるっていうよりはスナップを効かせて、スパーンとこうね、なんかこう、なんか跳ねていくような感じで弾けるのがすごくいいから、力はいらないですよ。こう瞬発力というか、こう振りの速さみたいなのがすごい大事になると思いますね。体を。がいい。このドライブ感をすごい意識してやるのがいいと思います。はい。この2つのリズムを使って、この、曲、怪獣の花歌、歌っていきましょう。でね、これね、もう解説っていうかね、もうあんまないんですよ。めっちゃシンプルで、唯一1回出てくるのが決めっていうかですね、まあ、止まるっていうのは曲の中で出てくるんですけど、まあ、さっきも言ったように A メロの中で C マイナーというのコードが出てきます。そこは要注意なんですけどね。あとはね、ブリッジパートの一番最後でちょっと、決めみたいなのが入りますね。そこちょっとやってみましょうか。ブリッジパートの後半だけやってみようかな。ワン、ツー。落ちてくる過去は鮮明で見せたい未来が繊細でねえ、もっと、こんな感じ。ダダ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 って止まる。C でね。ここだけが唯一の決めみたいなとこありますね。あとはね、もうほんと8ビートのチャをこうドライブ感満載で、疾走感満載でこう突き抜けていく。こんなイメージだと思います。はい。これがまたね、男らしくてストレートでいいなーっていう感じな。その中でこう歌がね、もう自由自在にこう、なんていうかな、ダンスしながら歌っているみたいな、そんなムードがありますね。はい。この、ちょっと歌詞も可愛らしいしね、なんか、あ、そうだ、可愛らしいといえば、ちょっと、ナズさんのこのイラストも見てください。これめっちゃ可愛くないですか？はい。怪獣の花歌ですけど、怪獣をちょっと描いてみました。はい。そんな感じですね。このね、やっぱり独特の世界観はやっぱり皆さん、プロモーションビデオとか、バウンディさんの映像を見ていただいて、なんかそういうね、共有感を持って、このフィーリングをこう、シェアしながら、感じながら演奏するのがすごく大事になると思います。あとはドライブ感とか疾走感。これがキーポイントかなと思います。さあ、やっていきましょう。バウンディの怪獣の花歌、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、ワン。思い出すのは君の歌会話よりも鮮明でどこに行ってしまったのいつも探すんだよ思い出すのは君の歌は顔が鮮明で君に似合うんだよずっと見ていてよでも最後に見たい鮮明で見せたい未来も繊細で過ぎてく日々には届かない君へ落ちてく過去は鮮明で見せたい未来も繊細で過ぎてく日々には届かない君へねえもっと騒げ怪獣のバウンディの怪獣の花歌ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もうこれはですね、もう体をこうなんていうのかな、もうグルーブとこのストレートにもうなんか変にテンション高くなってますけど、はい、やっぱその感じがねグイグイ伝わる感じがやっぱりいいかな。でも力を入れるんじゃないんですよね。ここのね違いが分かっていただけると嬉しいんですけどね、力ではないんですけど力強いというかですね、疾走感がある。この辺の感じのね、演奏をちょっと心がけて、ぜひとも挑戦してみてください。2023年ガズレレ生誕10周年イベントなんですけど、東京、名古屋、大阪、プラス東京での追加公演、全公演、チケット完売、ソールドアウトになりました。ありがとうございます。ご参加いただく方、本当めっちゃ楽しみにしてますんで、一緒に盛り上がって最高の時間を一緒に作り上げていきましょう。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっていうのやってるんですよ。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから。リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器屋さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこう自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでも、まず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとか、キャップだとかね、T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますんでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちから、もうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん、楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。